中小企業や小規模事業者を支援する団体県商工会連合会の藤村敏夫会長ら3人が村岡知事を訪ね要望書を手渡しました。県内商工会のほとんどが中山間地域に位置し、地域経済が疲弊した中で中小小規模事業者は生き残りに向けた必死の努力を続けており、県内の7割を占める中山間地域は経済規模も小さく、新型コロナウイルスの影響から回復するのに時間がかかると訴えました。連合会は融資制度や支援金の継続を要望するとともに、飲食業や観光業の復興に向けたプレミアム商品券の発行など需要を促す支援策を求めました。村岡知事は事業の維持と発展のためしっかりとした施策を組み立てていきたいと応じました。安心して信用して従来の仕事が商売ができるような状態に早く戻るような支援をお願いいたしますということが強く申し上げたいところでございます。県内に20ある商工会にはおよそ6000の事業者が会員となっていますが、これまでに給付金や補助金などに関する相談が1700件余り寄せられているということです。